マンフレート・シュトルペ・マンフレート・シュトルペは、ドイツの政治家、ドイツ社会民主党所属。1990年から2002年まで、ブランデンブルク州首相。2002年から2005年連邦運輸、建設、住宅大臣を務めた、シュテッティンに生まれる。第二次世界大戦後、東ドイツに移り、1959年にエーナ、大学法学部を卒業。 1959年福音派協会のベルリン・ブランデンブルク教区で活動する。また、1961年まで西ベルリンのベルリン自由大学に留学している。1962年から1969年まで東独福音派協会本部事務局長を経て、福音派協会同盟事務局長を歴任した。また、この間に世界協会協議会、 ワールドカウンシル・オブ・チャーチズ国際関係委員会に所属している。1982年、福音派協会ベルリン・ブランデンブルク教区東部地区、州務委員長と協会本部会議表議員に就任、福音派協会同盟共同副議長も務めた。1989年福音派の全後職を退き、1990年スピードに入党し、同年10月14日の ブランデンブルク州議会選挙に立候補し当選する。1990年11月1日復活したブランデンブルク州首相に就任3期務める。1991年から2002年までスピード幹部会員。2002年10月22日から2005年11月までドイツ連邦運輸、建設、住宅省。 2019年12月29日に83歳で死去。夫人との間に一死あり。ありがとうございます。